皆さんこんにちは、マラトコです。このシリーズでは個人的に習得まで時間のかかったブラストパックのコツや注意するポイントを解説していきます。今回は平文で A タワーからショートに行くリテイクです。まず実際にやってみます。いけ。こんな感じです。では早速成功率を上げる3つのポイントを紹介します。1. ブラストパックの位置を固定する。 2. しゃがみながらジャンプする。 3. 直線で飛ばないです。ではそれぞれ解説していきます。まずブラストパックの位置を固定するです。タワーからリテイクする際はこの光の角のあたりに投げると良いです。ブラストパックの位置を固定することでプレイの再現性が高くなり、ミスの原因が確定しやすくなります。次にしゃがみながらジャンプするです。タワーの窓は低いので普通にジャンプしてしまうと頭をつけてしまう可能性が高くなります。しゃがみながらジャンプをすることでこの窓をスムーズに受けられます。ちなみに自分はスペースキーにジャンプとしゃがみの両方バインドしているので、この窓を抜ける際はジャンプをしたままスペースを長押しにしています。最後のポイントは直線で飛ばないです。ショートまで直線で飛ぼうとするとサイトの中央の箱が若干邪魔などと、2つが即起爆すると高くなってしまい、上に頭をぶつけてしまうことが多発します。またショートまで直線で飛ばないことでメインとショートからの射線を切りつつ、場合によってはサイト手前の貼り付けに標的を切り替えることができます。これら3つのポイント、ブラストパックの位置を固定する、しゃがみながらジャンプをする、直線で飛ばないを意識すると成功率が上がってくると思うので、ぜひやってみてください。それではアルティメット完了。